セルバラはノルウェーのフィンマルク県にある基礎自治体。行政の中心はキロケネス。バドソウより1858年1月1日に分かれた。ロシアとの国境ネーデン付近の河川はサーモンの工業場として知られる。セルバラとはもともとこの地域のフィヨルドを指す言葉だった。はじめのバージョンは漁村、あとのアングアはフィヨルドを意味する。 そのフィヨルドは現在、メシュフィヨルデンと呼ばれている。また、セット王子のセルは南という意味。1918年まではシュドバーンガーと表記されていた。かつてはノールバラという自治体もあったが、1964年にバドソウに編入された。現在の紋章は1982年4月16日に国王の認可を得た。 金と代々のそれぞれ三つの炎が交わっている。この三つという数字は、農業、工業、漁業の三つの基幹産業、ネーデン、パーツよき、ヤコブセルバの三つの河川、この地域がノルウェー、ロシア、フィンランドの三国の国境地帯にあること、さらにはノルウェー人、サーミ人、フィンランド人の三つの主要民族を表している。 フィンランドとロシアとの国境地帯のおよそ4000キロ平方メートルを管轄しており、そのほとんどが桃、カバなどの低木林である。バレンツ海に面し、土地は肥沃ではない。中心の町はキルケネスで、その他、ブゲネス、レーデン、さらにパーツよき川流域の村落などがある。キルケネス近郊の平北とも園には、キルケネス空港や軍事基地が置かれている。植物省は、 シベリアの大河と同じで、頭皮が多い。エブリパスビック国立公園などの内陸部にはクマが出没する。もともと、この地には、スコルトサーミ人が住んでいた。サーミの部族らはまだ、ノルウェー、フィンランド、ロシアの国境が定められていなかった、時代、沿岸部と内陸部を自由に行き来して暮らしていた。16世紀になると、彼らは、聖教徒となった。 ネーデンにある1565年に建てられた聖、ゲオルゲ教会はその当時から聖教会の影響を受けていたことを伺わせる。1826年にはノルウェーとロシアの間で国境線が引かれた。ノルウェーは入植者を募集し、ルーテル教会を建てさせた。19世紀にはフィンランドのクベン人らが盆地に入植地を築いた。1906年に、 キルケネスで鉄鉱脈が発見されると、ノルウェーから多くの人々が押し寄せた。1906年、キルケネス近郊のビエルネバトンで鉱山が開かれると、シドバランゲルという鉱山会社が設立された。その4年後には、鉱山とキルケネス港を結ぶキルケネスビエルネバトン線が開通し、輸送も容易になった。鉱山は1996年に閉山された。 観光名所としては、ロシア国境近くにあるグレンセヤコブセルブ入植地に、建てられたロシア正教会の正ゲオルケ教会や、宗教施設との見方が有力視される、戦士時代の名路が堆積などがある。レジャーは、サーモンの川釣り、ヘラジカやライチョウなどの狩り、スノーモービルでのドライブなどが人気。域内のヘキチと呼ばれるところには、多くのコテージがある。ありがとうございます。